大相撲九州場所は10日初日を迎える9日は会場となる福岡市の福岡国際センターで土俵祭りが営まれ日本相撲協会の八角理事長や審判部の親方衆らが15日間の安全を祈願した今場所は一人横綱の小の富士が先場所に続いて初日から休場大野里が大関として初めて本場所に臨むすでに15日間の入場券は完売しており 九州場所担当部長の浅霞山親方は、たくさんの方に会場に足を運んでいただき、多くの声援を送っていただければ力士も力が入ると思う、と白熱した取り組みを期待した。相撲協会よると、9日時点の検証の申し込みは合計1757本で昨年と比べて200本以上多く、九州場所としては過去最多になる見込み。力士別の上位は大野里157本。 こと桜127本、大勝馬115本となっている。